弦楽四重奏曲第1番へ、蝶々オーパス18から1は、ルートビヒバンベートーベンによって1798年から1800年にかけて作曲され、1801年に出版された弦楽四重奏曲である。まとめて出版されたオーパス18全6曲の中の1曲目であり、第1番とされている。ただしこれは必ずしも作曲順を意味せず、 この第一番が、ベートーベンの作曲した最初の弦楽四重奏曲ではない。公共曲、弦楽四重奏曲、ピアノソナタの分野において、ベートーベンの後世に与えた影響は非常に大きい。弦楽四重奏曲全16曲は、ピアノソナタと違いベートーベンの生涯にわたって、後半に散らばっているわけではなく、初期、中期、後期それぞれにある。 程度集中されて作曲されており、それぞれの時期の特徴をよく示している。ベートーベンはこの3つの曲種を演奏会で大勢の聴衆を前に、自己の芸術を披露することのできる、公共曲、人間関係など、人生の微妙な問題を語るには、弦楽史重奏曲、自己の内心の心情を吐露するには、最も身近な楽器である、ピアノソナタと、それぞれの性格を生かして、 多くの作品を残したと言われているこの初期六曲の弦楽四重奏曲ではまだ、ベートーベンはどのようにして弦楽四重奏を作曲するかの練習を兼ねていたようだが、弦楽四重奏曲の歴史において、この六曲は重要な作品とされ、また後に中期作品、後期作品でさらに高い芸術価値の作品が残されたことにより、ベートーベンの弦楽四重奏曲は、 室内楽曲の歴史において最も重要な作品の一つとされた。現代の弦楽始終相談においても最も重要なレパートリーであり、全曲演奏で評価を得ることが一流の弦楽始終相談であることの必須となっている。1792年、22歳のベートーベンは故郷の盆ンを離れ、ハイドンに作曲を習うため、音楽の中心地ウィーンへと引っ越す。 ここで音楽家たちのパトロンとして有名なフランツ・ヨーゼフ・フォン・ロップコビツ博の貢献を得て本格的な作曲を始めることになる。初期弦楽史重奏曲6曲はロップコビツ博の貢献を得ていた頃に作曲されたものであり、検定もロップコビツ博に施されている。弦楽史重奏曲には1798年28歳の頃から取り組み、残されたスケッチによると、 ベートーベンはこの弦楽史重奏という初めてのジャンルに2年もの間継続的に取り組み、1800年に6曲が完成してからも、1801年に出版に至るまで、念入りに工程を行っていることがわかる。ベートーベンの個性が強烈に現れた中期以降の曲風とは異なり、まだハイドンの確立した形式に忠実に従ったものになっている。しかし、 この曲集が出版された1800年には、最初の公共曲、第1番派蝶調をオーパス21も作曲されており、ベートーベンが本格的に音楽家としての個性を確立し始めた時期の作品として重要な位置を占めていると言える。第1番へ、蝶調は、ベートーベンの作曲した最初の弦楽四重奏曲ではなく、第3番に蝶調が最初の作品だった。 ベートーベンは出版の際、名優のバイオリニスト、の出パ地ツヒの勧めによりこの部長長第1番に持ってきたようである。第1番へ、長長の第一項が完成したのは少なくとも1799年6月25日より、前で、さらに出版前に手を加えている。二学章を除き全体に明るい曲風を持ちながら、よく練られた処方により、 緊縮し充実した曲に仕上げられている。ありがとうございます。